皆さん、こんにちは。アートニュース。今日も読んでいこうと思います。アートで美意識を高めてみましょう。インテリアコーディネーター、マイベストプロ。25年の地区マンションを内装、インテリアをリニューアル。アートフェア東京2023年。えどういうことギター、エレギーギターのブランド人気ランキングトップ29。1位はギブソン。ハープあるいはギター 1981年に発売された鈴木楽器のオリジナル電子楽器オムニコードが復活10周年記念し iFactory がクラシックギターコンサート本郷沙和奈 W 主演メイのメイ第3話特別編が配信決定ハズ・ビン・ホテルへようこそアニメ えー、厨房のアリス、主題歌を配信リリース、ミワ。パンサー大形が広ロのリフォームに、本音。<laughs> 一体どんな感じのニュースだって話ですよね。読んでるだけです。はい。最近のこの聞くことですね。えー、展覧会、東京アートビート、女性画家たちの大阪。絵を見ること、本を読むこと、贈り物。えー、映画、えー、目黒蓮、ワタコンは、 役者人生の大きな賞新人賞に輝く。Avis 映像祭でそろそろ始まったんですかねどうなんでしょうね。展覧会は行ってアートですね。えっと、はい。えー、っと、美術展ナビ、よきなか源氏物語、建築、 本とと名言まとめアントニオ・ガウディル・コルビジェ・ジオ・ポンティみんなの建築大賞ノミネート建築家テクチャーマガジンメトロポリタン美術館のすごさがぶっちゃけわからんので詳しい人に聞いてみた Yahoo ニュース決定版助成原料効果も健康に良い夕食の最適な時間とはこれってやっぱ6時じゃないですか夕方6時っていうふうによく言われますけど。 今ここの時間5時20分とても夕飯にたどり着ける時間じゃないですけどねはい肉より魚1日1万歩こんなになった60過ぎたら NG 間違いだらけの健康法健康寿命を延ばすため60を過ぎたらフレイル対策をするべきと藤原先生はおしめ教えると彼とともに徐々に心身の機能が落ちるという対策ですね はい気をつけましょう。ミュージック、ミュージック .jp で最新の音楽、それからオンエア曲ニュース、サウナアイドル、100度の世界、憧れは純烈、アート、ないえー、フランスあ、さっきと同じですね、フランス人は意思表示はっきり、仕事の進め方などにも違い、福井で日仏教会のフランス語文化講座。 ファッションポップカルチャーに可愛い革命が到着日本のアニメや映画による影響も2024年秋春夏トレンドのガーリー系ファッションにバービーの大ヒット女の子向けキャラクターグッズにバズる子、えー、猫の画像なんて書いてありますけどどうなんでしょうね2000年初めに流行したグレーコーデのおすすめ,すすめ12選なんていうのがありましたけど どうですかなんか気になったニュースありましたでしょうかねどうなんでしょうねあんまりないですね。えー、最近どうですか皆さんお元気にされてますでしょうか、えー、ぜひメッセージをいただければそれで会話できたらいいなと思ってます。なんか配信アプリとか SNS、音声 SNS が結構増えてきてですね。 どんなふうに関わっていったらいいのかななんてちょっといろいろ試しながら頑張ってるところですけど皆さん何かおすすめがあったら教えてほしいなと思っていますはいではピックアップしたニュースを掘り下げるのはどこかに行ってしまったのでアカウントを交換して最近の最新のニュースさっき3時に届いたばっかりなんでね、えー、いいのが届いてるといいなと思ってます、えー 秋田のの書書その魅力書道ですね古典は特になくて展覧会もなくてあ,あの展覧会決まりましたね、えー、と3月の19日がオープニングですね、はい、で次絵画プレビュー中野恵子が読む絵画と音楽被災地で絵を描く画家 震災を記録したいと。えー、と、他には、え危ないげなんか、ですか、ナルトもいいです。ナルトのなんかエンディングテーマの曲っていい曲ですか今日ちょっと聞いて、あいい曲だなと。初期の作品ですね。初期の作品の,ンあのエンディングがいいっていう話を聞きましたけど、どうでしょうね。 J-Wave の音楽賞受賞式ノミネートアーティスト発表。それから、韓国。韓国は、えー、大阪に帰りたい。韓国に1年間留学して改めて分かった僕の本当の居場所。ハン・カンブン氏の留学のことを書いてありますね。えー、と、他にさ、サ ファッションポップカルチャーに可愛い革命さっきのやつですね、グラミー賞2024年、レッドカーペットドレスを速報。グラミー賞の季節ですね。はい。えー、新しい服が欲しいからわかる人間の心理ですねだから私はクドをやめたミモレ、えー。なんかこれ面白そうですけど、これですね。ちょっとあんまり、あの、あれですけども。 まあ、ポッドキャストよくわかりませんが、続けていこうかなと思ってます。皆さん良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。